こちらのバイオリン、とても伸びのいい音で、また力強い音色が、特徴の、楽器だなというふうに感じました。フランチェスコ・ビソロッティさんといえば、現代のストラディバリとも言われる、とても世界で、現代の作家としてとても有名な方の、一人なんですけれども、音色も素敵な、ストラディバリを、研究して作られたということで、音色もとても綺麗なんですけれども、さらに見た目もこだわっていらっしゃいまして、さまざまなところのこう、F 字工だったりとか、渦巻きの部分、この頭の部分ですね、だったりとか、本当に細かい部分まで、緻密に作られているというのが特徴で、音色も耳にも綺麗ですし、目にも美しいという、そういった楽器になっております。こちらは2016年に作られた、比較的新しい、年代の楽器になっております。それではもう一曲演奏してみたいと思います。